雪村らの奮戦により徳川秀忠の軍勢は足止めされた。だが関ヶ原の戦いは西軍の敗北に終わる。勝者となった家康は雪村に黒山への蟄居を命じる。信行の思いを汲み取った雪村は命に従った。事実上の天下人となった家康は江戸に幕府を開き、徳川政権の安定のため豊臣家に臣従を求めた。しかし豊臣家はこれを拒否。ついには徳川家に最後の戦いを挑むべく挙兵する。豊臣家は九度山の雪村に参陣を求める。雪村は密かに九度山を出し大阪城に入城した。対する徳川は天下諸侯に号令して大阪城を囲む。その包囲軍の中には雪村の兄信行の姿もあった。真田の将、大阪の陣。貫き通すは我が信念。私は雪村様の忍びだから。家康、ただその首一つを取ればいい。どうかしたのか？どうかしたって、周りどこも敵でいっぱいなのに、そんな涼しい顔して雪村様、まるで。綺麗だな。いつだったかこんな桜を見上げたことがある。あの時も胸が高鳴った。本当綺麗。この桜、来年もこんな時期に咲くんですかね。ああ、また一緒に見られますかね。ああ、雪村様、最後までお守りします。だから死なないで。大阪城は完全に包囲されているが、だが我らは秀頼様をお守りし戦い抜く。乱世を生きた者の負の意地をここに示す。雪村様、ついていきます。だから置いてかないでくださいね。真田丸は防衛の要、敵も放ってはおかないだろう。寄せ来る敵を撃ち、真田丸を守れ。敵将を討ち取ったり。耐えきれん、引かせてもらう。参るか、どこも知らずめ。親し尽くせ。ただ雪村、俺に
城に大筒を打ち込み揺さぶりをかける。急ぎ準備にかかれ。敗北。押して参る。消せみよ。おやしつけ。私は目を背けず、その散り際を見届けてやる。敵将、撃ち取ったり。まとめてもう一度。金継ぎ殿、見ていてください。砲術を止められては、力押し以外にない。真田丸へ突撃せよ。最後となりましょう。いざ。敗走。敗走。敗走。
の位置を示すのみ。敵本陣にて家康の首を取る。家康様は撃たせん。開門。
戦わん。立ち下がる者を真田が槍で貫く。燃やし尽くせ。流れに逆らって死んでいく。何でそれを見送れば。投げ出しても相手になろうぞ。真田幸村、見事。家康様のもとへは行かせん。来い、幸村。勝負だ。何故。勝利条件変更。我こそが天下無双のつまものなり。兄上、家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。幸村、来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。お前の勝ちだ、幸村。花と千尋はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村、お前が咲かせた花、私が守って。